はい、こんばんは。藤井聡太と、えー、黒柳徹子が世界一大好き893チャンネルです。はい、今日はですね、あの黒柳徹子さんが MC を務めるトーク番組、徹、えー、子の部屋のテレビ朝日開局65周年、えー、記念2時間スペシャルが今日ね放送されていたんですけど。 今日は将棋の藤井聡太八冠が登場して、まあ、ちょっとね話題になってるんですけど今日はこの情報を将棋ファンおよび視聴者の皆さんに共有するために急遽動画を撮ってます。はいでは今からニュースを読ませていただきます。え藤井聡太八冠芦田愛菜マツコ・デラックス『徹子の部屋』ゴールデン2時間スペシャルに登場え、まあ、これが実際の、はい、画像ですね。 えー、黒柳徹子が MCU を務めるトーク番組「黒柳徹子の部屋」テレビ朝日開局65周年記念2時間スペシャルが今日23日放送された。と、はいうことで今日はねああの藤井聡太さんの他に芦田愛菜さんマツコ・松子デラックスさんもそうあ登場して鳥、まあ、にその将棋の藤井聡太八冠が登場したんですけど、まあ、実際のね、まあ、見てたらこんな感じではい。 黒柳徹子さんと、まあ、藤井聡太君ってことでほら実際ここにほら藤井聡太君と徹子さん、えー、で、まあ、これが登場シーンですね、えー、で、まあ、話したり、まあ、こんな感じで対談したりみたいな感じではいでなんかねあの全然黒柳徹子ねあの将棋のルール分かってないみたいであのなんだろうこんなこと聞いてましたよ将棋盤はなんで9列とか聞いてたんですけど まあそれに対して藤井聡太八冠がすごく難しい質問ですねって言ってたんですけどいやーまあ今回のスペシャル見て思ったのはやっぱ藤井聡太さんはかっこいいなと思いましたねはいあのー、なんだろうやっぱりあのこの若さでやっぱりね八冠を取るだけあってまあ、すごいね頭がいい人だなと自分は思いましたねはい まあななんだろうやっぱりあのま今日って今日のこの『徹子の部屋』のゲストがすごい豪華だったんですよね藤井聡太さん芦田愛菜さんマツコ・デラックスさんということでま聡太君とまあその黒柳徹子さんのま共演ということでねまビッグネームの共演だったんでま非常にね今日の『徹子の部屋』はまあ面白かったなと思いますね。はい まあ、うちの母親がね、なんかあの藤井聡太君かわいいとかって言ってましたね。はい。<laughs> まあ、どうでもいいんですけど、まあこのね、あのビッグネーム2人のあの共演は、まあ、本当にね、素晴らしいんで、やっぱ『徹子の部屋』ね、まあ、こういったそのまあ、ビッグネーム、まあ、あの、共演がね、あったら、また放送してほしいなと思いましたね。いや、本当、将棋ファンから占めれば、本当に最高でした。はい。